シングルレッグ、テイクダウン、シングルレッグ、テイクダウン、シングルレッグ、テイクダウン、ダブルレッグ、テイクダウン、テイクダウンは、レスリングや、総合格闘技において立っている相手をグラウンドに、倒すこと、またはその技術。テイクダウン技術のことを、日本ではタックルと呼称することが多いが、英語圏の諸国ではタックルと呼ばれることは少ない。テイクダウン技術のうち、相手の足に、自分の足をかけて倒すものを、 レッグトリップ、または、レッグスウィープという。ハンク、打ち掛け、外掛けとも称される。大内刈り、小内刈り、内股など多くの投げ技においても応用される技術である。レッグトリップは、レスリンググレコローマンスタイルでは禁止されている。また、カニハサも、レッグトリップの一種と分類される。相手の片足を、両手で掴み、相手を倒すものを、 シングルレッグダイブ、またはシングルレッグテイクダウンあるいは片足タックルと呼ぶ。相手の片足を抱えながら、相手の体を押し、倒すものが最も単純な形であるが、いくつかのバリエーションが存在する。片足を掴んだ後、低姿勢を取り、相手のすねを自分の肩で押すものは、ローシングルである。相手の片足を掴んだ後、反対側の足首を手で刈り倒すものは、 アンクルピックスである。掴んだ相手の片足を肩口の高さまで上げて倒すものはハイクロッチである。相手の両足を両手で掴み相手を倒すものをダブルレッグダイブまたはダブルレッグテイクダウンあるいは両足タックルと呼ぶ。そのまま押し倒すものが最も単純な形であるが持ち上げたりスラミングに移行するなどのバリエーションが存在する。自らの頭を 相手の胸、または腹に押し付けつつ、これを決めるものは、スピアダブルレッグである。総合格闘技においては、レッグダイブは、ガブリア、フロントチョーク、または、打撃技で、カウンターアタックを受ける場合がある。ダックアンダー、ありがとうございます。